俺の看板 AWM。 はい、どうも、これです。今回はですね、まあ、新しいシーズンの匂わせっていうのが、また実装されてますんで、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、それがですね、通常の方に出ているというふうになってますね。まあ、こんな感じで、まあ、モードが、まあ、あるじゃないですか。このモードの方をやっていくことによって、まあ、こうやってね、最終的になんか表示されるっていうふうになってるわけなんですよね。近い将来、何か大きなことが起きそうな予感がしますというわけで、まあ、今シーズンの初めにもですね、なんか匂わせみたいなやってましたけれど、まあ、来シーズンの匂わせってのも、まあ、こうやってね、来ているというふうになっている。まあ、そんな感じなんでしょうね。まあ、時期的に言うと、来月の半ばぐらいなんで、まあ、ぼちぼち、タイミング的にはですね、まあ、匂わされても、おかしくない。そんな感じのタイミングやからですね。まあ、こうやって来たっていう。まあ、既存のスキンの白いバージョンみたいなやつが表示されてまして、まあ、闇からの光みたいなね。光と闇みたいな。光と闇が合わさって最強に見えますが、まあ、そんな感じのあれになっているっていう。まさかこのまま色違いのやつ、親コード内に実装しませんよね。大丈夫かな？やりかねませんからね。はい。まあ、多分まあ、違う感じのスキンで来るとは思うんですけれど、こんな感じで、新しいね、バトルパスの新シーズンらしき要素っていうのが匂わせきてますので、はい。まあ、気になる方っていうのはプレイされてみると、いいと思いますね。闇の次光か。まあ、安直ですけれど、まあ、いいんじゃないですか。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、次ですね、課金するんだったら復刻と、まあ、ね、今回、呪術廻戦コラボやってますけれど、まあ、正直復刻の方がスキンの中身はいいですよね。銃スキンとか、まあ、あとは服の方とかね。まあ、車はあんま変わんないかな。どのコラボレーションでも。なんですけれど、もう正直新しい方がいいとは思えないっていう。多分今回の一番の売りって、あれだったと思うんですよね。偵察機スキンだったと思うんですけれど、偵察機、これか、みたいな。しかもその偵察機ってさ、別にヘリってその呪術廻戦と関係ないっしょ。なんか関係ある要素があるんだったらいいんですよ。作中にヘリ出てくるとかさ。それから作中の呪霊で、まあ空を飛ぶような呪霊がおって、そいつが強くてから、そいつモチーフっていうか、まあそいつがそのまま、まあ偵察機になっているとか、まあそういうのやったら良かったんですよね。まあエヴァやったら、ね、マーク5のなんか発展型バージョンっていうのがおるでしょう。まああれとかが偵察機になって登場するとかあったら、めっちゃ熱いじゃないですか。まあそういうのがあるんだったら良かったと思うんですけれど、まあ、普通のなんか、関係ないね、ただそのテイストだけ寄せましたってやつは、まあ欲しいかって言われたら、まあゲットできたら嬉しいけれど、まあ欲しいっていう風な要素にはなり得ないっすよね。まあそれはなんか見ていて思ったんで、基本復刻っすよね。まあアイテムコンプリートとか目指している人は新しい方でいいんじゃないですか。まあ今の内容でね、新しいスキンの方欲しいって思われるのは相当難しいと思うんですよね。正直な話。どういう風に考えたら逆に欲しいっていう、新しい方に回そうっていう風に思われるんですかね。難しいっすよね。まあ、SAO の時みたいにコインで回す方式にして、パックでコイン買って、さらに充電特典もあって、回数多く回せつつ、ガチャの確率も 5% とかやったら、勤務確率合計して、だったら、ま、回すかな。新しい方。それだったら回すと思いますけれど、じゃなかったら回さないよね。で、次ですね。次のコラボレーションでバインド金券使えますかと、まあ、バインド金券出した頃は、コラボレーションのガチャの方にも、まあ、使えますよっていう説明をされてましたけれど、それがいつまで続くのかっていう感じっすよね。まあ、周年終わってから、そこら辺は、まあ、縛りを入れるっていうのは、大体まあ、小学校運営がしそうなことでしょう。いつもしてきたことなんで。なんやかんやバイト金券使える場所を減らしてくるっていうのは、当然なんか、ね、規定路線なのかなっていうふうに僕は思ってますけれど。ただ、コラボレーションのガチャで単純に使えないようにしたら、反感買うと思うんで、何かを返さないと、コラボレーションガチャは回せませんよと。で、その買う何かっていうのを、バイト金券では購入できませんよっていう、形にしてもおかしくはないかなっていう。バイト金券でも一部購入できますけれど、まあ、それはあくまで個数制限があって、ちゃんとがっつり回したいんだったら、バイト金券ではなくて、まあ、通常の金券を使ってくださいねみたいな、そんな感じの方式でしてきてもおかしくないかなっていう、そういうの好きっしょ。こういうことで、はしご出して、そのはしご直すのね、登ってる途中に、うん、よくするでしょう。そんな感じでするんじゃないっていう。バインド金券で回せなくもないけれど、がっつり回したいんだったら通常金券使ってねとか、そんな感じにしてきそうな気しますけどね。まあ、回せなくなるような、回しづらくなるような仕様ってのを後出しでどんどん出していくみたいな、してきそうだなとは思ってます。はい。それがいつもっしょ。まあ、こういうことで告知の方によりユーザーがね、無料でも金券の方を入手して、まあ、使いやすくなるような、まあ、使用改変を加えるためにバインド金券を実装しましたっていう体で、まあ、今回ですねやってますよね。はい、告知書いてますけれど、まあ、本当にそうなんだったら周年以外でもバインド金券ちょくちょく配布してないとダメやからですね。周年が終わって年末年始が終わって2、3、4、5月のそのゴールデンウィークが来るまでの間にどれだけバインド金券を配布したかっていう、そこを見ていきたいですよね。まあ、そこで配布しないんだったら、まあ、そのつもりはなくて、ただその金券の配布金券の使い道を減らしたくてやったんだろうなっていう、まあ、そんな感じのイメージに自分になりますし、まあ、もし本当にその配布がなくてやってるんだったら、ユーザーのはしごを外すつもり
しかなくて、だったらまあバインド金券の使い道ってのもまあ徐々に徐々に減ってくるんかなっていうのは思いますけど、そこでなんとなくまあ察することができるかなっていう、それは思いますね。はい。まあわざわざ今更察する必要があるのかっていう、それも思うわけなんですけれど、そこはまあ楽しみかなっていうふうに僕は思ってます。どうはしご外すんだろうみたいな。まあ、正直だってバインド金券いろいろ課金した時のキャッシュバックとかで追加したりとか、あとはまあ配布で使ったりとかされてましたけれど、あれってでもやってることは結局配布に関してはね、前その前々回とかの周年とかゴールデンウィークの普通の金券配布と額的にはもう変わんないんですよね。でキャッシュバックの方も去年あった金券キャッシュバックチャージイベントと内容同じですし、なんだったらそっちは普通の金券だったんでバインド金券よりも結果的に美味しいっていう感じになってますし、うん、なんか別に5周年だからといって特別うまいわけではなかったなっていう、それは思いましたね。まあ金枠配布があったのが、まあ、唯一、まあ、前回周年と比べたら美味しかった要素、まあ、全てトータルしたら若干まあ前回周年よりは美味しかったですけれど、うん、まあ若干ってだけであって、まあ、心配要素を残すような改変だったかなっていう、まあ、そういう印象ですかね。はい。で次ですね、ついでに久しぶりにサッカースキンも復活すればいいのにねと。サッカースキン今回復刻戦勝ったっすよね、昔のやつね。はい。ユニフォームとか普通に人気あったんで、てっきりなんかガシュの方に入れてるかなと思ったらガシュにも入ってないっていうね、なんかもったいなくないですか。アフロとかもそうですけれど、普通にガシュの外れで入れればよかったよね。でそこら辺のなんか焼き増しでな、オレンジ役とか金額で副スキンとか作っときゃいいじゃんって思ったのに、非常にもったいない今回。なんでそのもったいない使い方するのみたいな、そういう風にはまあ思いましたね。すごいなんか待ちわびていた部分やと思うんで。でサッカーの重機スキンとかも、えこれみたいな、前回人気あったのはあの緑色のねサッカースキンで、まあそれのなんかリメイクっていう形でまあ金額で出せばよかったのに、これなんだっていう。サッカースキンの復刻じゃなくてパーペキン人形の復刻でしたかみたいな、そんな感じの見た目あったっすよね。で次ですね、電動ポイント貯めたかったらエクストラ電動回して電動ポイントへ変換の方がいいかなと。あ、それが一番いいんじゃないですか。はい、効率良さそうですよね、そっちの方が。まあ小数点とかの計算も規制を置きつつ、それでまあ回していって、まあ、で通常の方に戻していくっていうね。で通常の方戻して通常のポイントが150超えたら、まあ、無料のチケットとかを、まあ、使っていって、でそれでから251回のポイント来る前にワンチャン当ててしまおうみたいな、そういう運用がいいかもしれないですね。まあ、普通に課金して回すんだったらエクストラ電動の方がいいですからね。金銃チケット作りやすいですし、まあかけるの方も金銃にできるしっていう、まあ、通常よりもそっちの方が、しかもそのワンチャンすべきもありえるし、電動のだったらまあ普通にエクストラ電動回した方がいいからですね。まあこれやって唯一困るのが、まあ次来るエクストラ電動の車をですね、通常のその電動推奨で交換できなかった場合ちょっと困るかなっていう。でその車が結構強かったら結構困るんじゃないかなっていうふうに思います。それだけはまあ懸念点ですよね。まあでもね、エクストラ電動という存在がもう浸透してしまっているんで、それやりかねないし、やってもいいんだよな、流れ的に。やっても全然おかしくないし、なんかバッシングもさほど強くなさそうな形でまあ実装できますんで、やりかねんかなっていう。しかもそれが正月とかやったらもう本当にひどい。まあでも正月はね、その新しいエクストラ電動プラスのチェンソーマンコラボみたいな、だったらまあ訴求効果は高いよね。戦略としてはうまいんじゃないですか。やりかねないっすよね、それ。思いません？俺はなんかもうそれで来るんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってますね。それ以上のだってね、課金効果を出しそうな、まあ、ガシャの展開方法ないもんな。コラボレーションだけとかやったら、まあ、チェンソーマンだったら課金しない人も結構出てきそうやからですね。